本田選手の移籍先がオーストラリアのメルボルンになったらしいですということでね、楽しみに見ていきたいですね。豆腐です。今回もサカツクやっていきたいと思います。今回は SWCC やっていくんですけれども、ですね、それに伴ってコメント返信やっていこうかなと。ちょっと忙しすぎて、まあ、この先週がピークでですね、プラチナのアリーナから一気にゴールドシルバーまで2連続で落ちてしまいまして、まあ、ちょっと銀帯でやるので内容が薄いっていうのもあるんですけれども、7月の頭に大雨がありまして、そこからすごく私生活ドタバタしていたんですね。で、先週1週間がマジでやばくてようやく8月1日入って落ち着いてきたので、皆さんのねコメントせっかくいろいろくださって返して入れなかった分が心苦しいのでね、コメントの方を返させていただきます。コメントの画像を貼り付けてもいいんですけれども、自分のね名前とか、まあ、そのアイコンをね写されるのが嫌だっていう方もいるかもしれないので、気になったものをね私が読み上げてそれに対して返していくといった形でやらせていただきます。ということで7月の頭まで遡りましょう。久しぶりのねガチャ動画ということで、新エンブレムの選手がねとにかく欲しいところでしたね。ここはエンブレムがほんまにかっこいいですよねとか、いや本当にこのワールドカップのエンブレムがめちゃくちゃかっこいいんですよね。すごいいいんですよ。もうマジで気に入ってるということで、あとはですね、次はピルロで切り開くインターナショナルカップイタリア代表編ですね。いやこのイタリア代表ピルロが強すぎた。偽ワールドカップ4年に一度きついですよね。もっとやりたいということで、いや本当にそうなんですよね。おっしゃる通りです。もっとやりたいですね。ここら辺にはなんとかコメント返してたのかな、ギリギリだったんですね。で、あとはイタリアインターナショナルカップはこう戦いということで、ブラウブラーナでねイタリア優勝した場所です。あ、そうなんです。ちょっとね被災してるんですか、心配大丈夫ですかって結構ねいろいろ心配してくださってて、皆様本当にありがとうございます。ちょっとですね、場所特定されちゃうので言えないんですけど、すごい大変なことになりまして、まあまあまあ僕自身も大変だったんですけれども、ちょっと仕事の方もそれでねめちゃくちゃ大変になってしまいまして、いや本当に申し訳ないですね。皆様心配してくださってありがとうございます。いろいろね返事など気にしないでくださいとか言ってくださってる方もいらっしゃって、いや本当にありがとうございます。この8月1日になってようやく返事ちょっとずつねできるようになるかと思いますので、またねコメントくださったら嬉しいです。ありがとうございます。いやめっちゃ心配されてる、めっちゃ嬉しいありがとうございますということでやっていきましょう。やります。良きゲームライフをって言ってくださってる方もいますね。このセリフちょっと気に入っているのでありがとうございます。お、ドイツハマってる。うわー、ドイツでインターナショナルカップハマるのは痛いですね。沼ハマると抜け出せないですもんね。ということで、次は新ガチャの動画ですね。中田英寿のガチャが来た時ですね。上位はさらに強くなるシステムしないと廃れていく一方、確かにそうなんですよね。ソシャゲってまあそういう一面があるのは当然なんですけれども、他のゲームに比べて僕結構いろんなゲーム今までやってきてて、まあ、リアルタイムでもいろいろやってるんですけど、結構サカツクってイベントとかも含めて実力でどうにもならない部分があるんですよね。例えば、まあ、名前出しちゃうんですけど、パズドラだったらパズルのうまさがありますし、まあ、ドラゴンボールのゲームとかでもねドラゴンボールのゲームセンスとかがありますし、変な話自分の実力でどうにかできる部分っていうのがサカツクはないので、そういうところだとやっぱりねお札の殴り合いになってしまうので、そこがちょっと難しいところですね。星5確定チケット引いて、自分も久々に引いたけどクコマルティナだけ2枚目までが新選手、3枚目から持ってる選手厳しいですね。ガチャで3枚目で持ってる選手はめちゃくちゃ厳しい。確定チケでカイルウォーカー、カイルウォーカーは良かったですね。カイルウォーカー欲しいな。星5確定チケでポグバかぶり、この確定チケのかぶり嫌ですよね。お、デブライネが出た方もいる。デブライネ嬉しいね。めっちゃ欲しいです、僕もデブライネ。さあさあどんどんね行きましょう。いやこれコメント嬉しすぎてめっちゃ長引いちゃうな。大確定チケで初ラモス、いやいいですね。でロシアのところにねついにインターナショナルカップロシアでやり始めました。お、デヘア当てるしかないでしょ。いやデヘア当てたいですよ、めっちゃ当てたいロシアは星4の選手がいませんよねっていうことで、そうなんですよね。ワールドカップの特別版って確かチェルシェフだかが星4になってるんですけど、それ以外が一人もいないっていうのが厳しいですよね。あとは僕の星5確定チケのネイマールの時ですね、ウイングの人材に困ってるので羨ましい。うわ、ウイングの人材、まあ、ウイング厳しいですよね。ウイングもそうですし、レフトライトサイドバックもそうですし、レフトライトミドフィルダー、両翼の選手ってディフェンスもオフェンスも、ミドフィルダーもなかなか来ないんですよね。本当に悔しいですね。さあ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 どんどん行きましょう。いやめちゃくちゃ嬉しいですね。
初コメ失礼します。いやこちらこそね、初コメありがとうございます。先日アリーナで東北さんのチームと対戦したのでフォローしちゃいました。お互い頑張りましょうということで、フォローめちゃくちゃ嬉しいですね。アリーナってね、私ちょっと今落ちちゃったんですけど、シルバーまでね、ようやくこれでね、おそらく一段落してるので、またもうちょっとしたら忙しくなると思うんですけれども、プライベートの方はね、だいぶもう一段落したので、またプラチナまでね戻れると思うのでね、見つけたらお豆腐じゃん、ちょっとフォローしようみたいな感じで、フォローしてください。さあさあやっていきましょう。ロシアインターナショナルカップ、お私生活大変そうですが無理ない程度に言っていってくださってます。ありがとうございます。豆腐さんの情熱と努力に頭が裂かれますって言ってくださってる方いるんですけれども、いやいやいや、もう逆なんですよ。私こそね、皆様の本当にコメントにいつも励まされて、本当にもう頭下がっております。ありがとうございます。ロシア代表、日本代表挑戦したいけどフランス代表で呪いにかかってる。うわー、フランスで沼も強い、しんどいですね。弱いチームで沼だったら諦めつくんですけど、強いチームで沼はまると悔しいですよね。まあ、2週間前のねコメントなんでね、今は無事に優勝できていること祈っております。あとはラウールのところですね。165年目でスカウト、ジェラード、いやジェラード欲しいですね、羨ましい。スカウト全然仕事せずに未だにゼロはやばいです。このコメントくださってる方200年以上確かやってる方なんですけど、200年やってて星5スカウトゼロはえげついですね。220年やってて1人、これ結構厳しいですよね。本当にスカウトなんだからポジションやプレースタイル指定させてほしいですよ。いやこれめっちゃわかる、これめっちゃわかります。なんでおめえスカウトなのに適当に連れてきてんだよっていうね。いやいや、お前ポジションやプレースタイルから選ばせるっていうのめっちゃありますよね。いや思います、思います。さあさあやっていきましょう。次は10連ステップアップガチャのところですね。はい、40連で星4、4体だけ、これは切れますね。これは携帯ぶち壊します。10連やってモドリッチ、うわ10連やってモドリッチ、羨ましい。マジでガチャがえげつない、いや本当にえげつないですね。QバランとQアザール持っている身としても悔しいアップで、いやそうですよね。僕もね、バラン持っているので、今回のね、まあ、バランすごい強かったじゃないですか、ワールドカップで。だからバランが来るのはいいんですけど、ちょっとね、同じ選手、星5で同じ選手2人って、いや悔しいですよね。全然いいんですけど、もうちょっとスパン開けてもよかったかなと。特にモドリッチ特にモドリッチ、はい。ということで、イングランド代表レベル46でインターナショナルカップ沼、総合値4万1000ですか。4万1000で負けるとね、ちょっともうブチギレ案件ですね。これはもしかしたら戦術相性とかもあるかもしれないのでね、そこ見ていただけたらいいんじゃないでしょうか。ということでどんどんやっていきましょう。いやめちゃくちゃコメントね嬉しいです、ありがとうございます。運ゲーロシアのエースのところですね。予選突破すごいです、ありがとうございます。予選頑張ってます。いやちょっとね、ロシアの方も最近インターナショナルカップ僕2連続で予選敗退してるんですよね。マジで悔しいっていうところでね、いや本当に悔しいですね。あとは、ハリーケインのところですね。10連引くのやめて400個貯まったから単発で引くようにしてる。おお、なるほど、まあ、単発も結構いいですよね。お、そしたらここ1週間でサンチェスとムバッペ、めちゃくちゃ羨ましいですね。ただ栗の中いて被ってるとこれは悔しい、いやー悔しい。それはあとはですね、結構いろいろコメントくださってて嬉しいんですけれども、SWCC が終わった、 SWCC が終わってしまった。いや全員に返したいんですけどね、返せずにすいません。優秀なストライカーが来るとテンション上がりますね、ということでめちゃくちゃ上がりますね。お、ロシア優勝した方いらっしゃいますね。全員を星4まで育成して、ヤロン獲得と、めちゃくちゃ羨ましい。いやいいなぁ。お、神引きしてね、ケインムバッペ10連で10連で2人、超羨ましいですね。単発でブッフォン出してる人とかもいるんですね。いやーめちゃくちゃ羨ましい。ちょっとね、最後駆け足になってしまって本当に申し訳ございませんでした。皆様のねコメント返せなくて本当にすいません。ただね、ちょっとずつまたコメントも返せるようになっていくと思いますので、またねコメントいっぱいくださると幸いです。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。新しい方のね動画には直接コメント返したいと思いますので、本当にいつもありがとうございます。ということで、豆腐でした。良きゲームライフに乗っております。バイバイ。